かねじさんこんにちは、かんです。ということで、皆さんこんにちは。なんかこれ変なこと起こりまして、皆さんこのような画面見たことありますか？まあ白猫テニスってね、スマホゲームなんで、まあもちろん iPad とかまあタブレットでもできるんですけども、まあ縦画面じゃないですか。ただこれ今横画面なんですよね。初めて見たこの状態でね、タワーに行けるのかっていうのを今回試していきたいなと思います。これ救助選択とかどうなる？めっちゃ遠いんちゃうこれでさ、横画面も対応してるっていうことは、なんかパソコンでもね、白猫テニスしてる映像みたいな見たことがあるっちゃあるんやけど、あれも確か縦画面やったんよね。これ横画面でできたら、カーブ SS めっちゃ取れんじゃねこれチート級に強い説があるんやけど、あ、でもこれ今、あれやな、待機中のこれが縦画面ぐらいの大きさになってる。うわお、めっちゃ横画面なんですけど。何の俺初めてだったんやけど、今まで何年もさや、白猫テニスやってきたけど、あ、これどうなのどうなのどうなの、うわめやダブルスですやん。でもただ操作しづらすぎる問題があるんですけど、どうしたらいいですか？うわこれちょっと見にくいな、逆に。うわ距離感わかんねえ。あ、でも意外とこの場所自体はちょっと持つんが難しいからあれやけど、なんとかなりそうな感じはする。今左手でこう操作してて、右手でフリックみたいなことをいつもしてるんやけど、詳しくは手元動画見てください。それの今横版になっておりますやばいって。だから相手がカーブエッセンスのキャラクターじゃないからさ、別に生かされないっていうね。ほんでこのあれティナの残りのさ、リアクションバリアの枚数が見えへんっていうな。どこにあんのちょっと左上とかにあるんかな。視界的に届けへんわ。もうちょい狭い方がええな、マジで。これはよいしょ。相手あと1打球で収まるかな。あともう1打球でも来るかも。こういう方こん次やな。これで、まあ、スペシャルのミニに取っといて。はい。お、これさ、あれじゃん、ウィップショットも全部見えるんじゃん。あれだって、うおー、ウィップショットじゃない。くそ、やられてしまった。さあさあさあ、これ取りまして。はいはい、これで。いや、来るでしょ、相手。もうウィップショット。よいしょ。カモン。いや、もう5打球ぐらいしてるよ、相手。スマッシュしてからの。くそ。やばい、使ってもらった。やばい、いや、よくない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 。あれめっちゃ見える。ただやりやすいかと言われたらそんなこともないから、けど楽しいたまになる分には全然ありよ、個人的には。はい、あ、ベアはて取りやすくね。いや元からまあウィップショットはそんな取る難しくはないんやけど、まあオンザな点ではむずいけど、その軌道的にはその何、こういう感じの場所を通ってたらこの辺着弾するみたいなの分かるからさ、そんな大したことないとは思うんやけど。でもやばい。あ、待って、このタイミングってあかんかったな、確か。まあ、どうしよっかな。月見って、あれやもんな。横画面でこうやって出かかろうが、シンプル取られへんもんな。どうする？普通に月見使う？よいしょ。はい、これで、あ、やべ。その子って、おー、なんやそれ、ラグインかい。一回前進出して、はい、取られたけど、はい、これで、後ろ下げる。ほい。はい、後ろ下げるね。これ大事。いや、これ、アナザーアクションボタン押しにくすぎる問題あんねんけど、どうするん、こんな。あ、やべ。吐き抜きで歩いて、このタイミング結構泥試合になったような確か。あー俺スライスのつもりが全然論外やん。スライスのつもりがロブになるってどういうことやねんな。ちょっと待ってや、俺救出選択なんか失敗してないさっきから。俺スライスで打ってるつもりなんがずーっと失敗し続けてるんやけど。はい、とりあえず1点入りました。さあどうなる。そのまま来るね。俺スライス打ってるやんな、多分やけど。じゃあアナザーアクションボタン押しとこうこれ試合中に押すほぼ不可能に近いからな、これ。あ、溜まってなかったっぽいわ。アナザー押してよかった。てか相手 SS 打った？なんか俺取った覚えないんやけど。いやオッケー。これエビ取って走り早いなるからこれで追いついてからの、はい、SS いいんちゃうこれ。はい、そのまま帰ってくる。はい、飛ばす。はい、ロブで一回休憩ね、これ大事。でアナザーをもうこういうね、休憩の時にね押さないと無理なんで。はい、決まりました。初めてやのに意外と使えるっていう私の適応能力今噛みつますね。よいしょ。これでも相手これダイブされたらな。よいしょ。あれよくないよくない。はい、これで、はい、通る。はい、オッケーオッケー、全然いい。アラザーちょっと大変。アラザーオッケーオッケー。一回接触って、はい、取った。でこいつ次スライス打ってるよ。あ、てかスペシャルになっちゃう。ちょっと待って、スペシャルってハキルキ食らってたらあれなんですか、早いでも打てないんですか。オッケー、これで相手もうすぐね温存施設飛んでくると思うよな。いけスライス。あ、これ返ってくる。あー違うこれはちょっと相手の打ち方が良かったですね。今のだってダイブで返球してたからそのままヒューンですで来るかと思いきやの温存施設ですね。それはちょっと取れない。まあすごい人で取れるかもやけど俺は取れない。よいしょ。これでクリックして下げてからの、はい、スペシャル。あ、いいね、スペシャル。これなのに神よ。でこれでもう休憩してアナザーを押すと
さあこっから、はい、ウィーンってして、ういこれどうするどうするどうするはい、くそ、さっきから結構なんかね謎決まり多いからね、それで決まっていけたら嬉しかってんけどな。いやこれちょっとな、横画面になることによって、あの普段俺 iPad でやってるから結構でかいんよ画面で、それがちっちゃくなることによって、このなんか老眼じゃないけどさその細かいの見るん大変っていう問題が今ちょっと生じてしまってるな。さあここで今私アドバンテージ握ってるけれども、体力が絶望的にない。ただ木のやったらいけるぞ。よいしょ、これで SS とりあえず打って体力が回復したい。 OK で一回スペシャルで後ろ下げの、おーびくしゃ、何それ、ああのレフコスですね、はいはい、これで後ろ下げて、でログで、まあ、休憩すると。でアナザー押しといて、あ今満タンかな、よいしょ、これ打ってでドロップしてからの、はーい、ノックワーク強いやった、初横画面勝利。てかこれでプレイできる、マジなんなん、どういうことでこうなってるんですか皆さん。なったことあります？俺今まで別にね DM とかにもこんなんなったよっていう報告一度もないんですよね。結構その普通なんかな、実は実は普通説ある。はい、というわけで2戦目やっていきたいなと思います。ということで相手エルト2158で、まあエレノアと MVP イルカとプレミオということで、どうしようかな、ね、もう初手性能弱いもんな。そうなってくると、でもまあまあ別に MVP イルカに対してエレノアで行くんはあんま交互で打てなかったりするから、この子でいいか、ただ失点したいな普通に。ハイジャー持ってるのずるくらい、初手から普通に、あラッキーこれはラッキーですね。相手のキャラ、あともう一人誰やったっけ、ルカ、エレノアと、ちょっと忘れたけど、まあ、とりあえずもうネモ使おうかな。いいね。これ時間稼ぎしても特にいいことないな。オッケー。よいしょ。これで、相手、千里眼あれついてなかった千里眼、この MVP ネモって。気のせい。よいしょ。あれ、SS 打ったつもりが。ドカーン。やっぱヘリオ普通に強いな。ただまあ課金ラケットでアイテムマスター持ってるからさ、いっぱい打った方が強いとは思うんやけど、俺は持ってないから、ヘリオですね。よいしょ。やべ、これ判定弱体クラってさ、S&G 打てないじゃん。しかもそのスマッシュエグいし。あ、マジか。それはちょっと想定外ですな。よくないよくない。一回変えようキャラクター。やば。無理無理。そのスマッシュ取る苦手やねんってマジで。でもエリアが広いからなんとかなってる。よいしょ。ただ体力が絶望的にないわ。どうします？よくこれで。ふい。はい、ラッキーですね。これ相手。交互の方に打ってくれましたね。これで。頼む。打たせてくれ。バックで打ってしまったまあ決まったからよしとしましょう。まあ MVP いるから陣はね SS とかは跳ねない仕様なんで、ほら完全に乗ってるけどね、まあ跳ねないんで、まあいい感じに決めていきつつ、まあここからもうこの子でいく感じになるか。よいしょ、やば、てか最近さ YouTube さ、もう何ヶ月も経ってるんやけどさ、縦画面やったらサムネイルが表示されへん時があるみたいなことになってるからさ、これむしろずっと今横画面でテニスやってた方がいい説ない？これ俺のためのなんかバグですかバグかどうかもまだ分かれへんけどさはい、決めていきました。ちょっとカーブエッセンスの具合みたいからシンプルトレーニングモードいっていい？というわけで、まあ、やってきました。まあ、これでまあ春が、まあ、カーブエッセンス打ってきますと、さあ打ち方的にあれやな普通に取りやすいような感じで飛んできたな。よいしょ、これでちょっと瞬間でできるようにしとくか。ちょっとエッセンスだけ打たせてくれ。やばすぎるそれマジで、無理じゃんじゃあほんま、そういうのをしたいんじゃないんよ。普通にカーブエッセンスどんな感じか見させておくれ。これで、あー睡眠した。ほんまに春普通に強いよな。下方シューズで来たけど、さあ、あ相手のエッセンスを俺は受け取っていきたいよ。さあ来い、ここら辺に。あ全部見えた今な、あの普通に失点してしもったけどあなるほどね、カーブ SS やったら取りやすいな。あと何があるかな、なんかネモちゃうわ、ネロの SS とか見てみるか。確かネロの SS もなんか上画面で振り切ってたよね。ただこれ別に上画面に長くなったわけじゃないからな、ただ全部見えますねいや取られへんのか、あれ三式でも取られへんことあるんや。まああのあれですね、普通に立ってれば取れるぐらいの位置に来ますね。さあ来い、次かな SS、 カモン。あ見えへん時もあんな、普通に見えへんような打ち方も可能ではあるのか。ただまあ見えやすいことには変わりがないと。これあとこのホーム画面とかいじったらどうなるんかな、このなんか背景やったっけ、これでええやん、こっちの方がええやん、なんか表紙的な感じは。何にしようかな、あ黄金、あ桜もちょっと見たいな。うわいいな、桜こんだけ見えたら結構壮大じゃない。いや個人的には一番みたいな、これ黄金のやつ、
かっちょよ、めちゃくちゃ黄金の国にいますまあこんなんもいいし、オーロラも綺麗んじゃない、いいね。まあまあ個人的にはこの、あ、どれやってっけ俺が使ってんの、いつもこのロズワールデーのやつか、まあこれが好きやからいつもこれにしてるんやけど、もう結構あれですね、こういうバグも嬉しくはあるんですけども、これは多分もう一生起こらないだろうと思うんですけれど、なんかお知らせでかっ見にくすぎるやろ、これはちょっとあのだいぶデメリットですけれども、あのもしもなったことがあるっていう方はぜひコメント欄とかで教えていただけたら嬉しいなと思います。ということでまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。